今回は戦の霧で最大式12復活時間短縮とどちらの効果も神アンナが見た。江戸幕末を対象にした号令だから紺色編成と相性が良く、効果終了時に式バックと吹き替えに撤回するデメリットも生まれるでは短い。本当に今回のルールとの噛み合わせがよくあまりにも強かったから、ぜひこの戦の霧で使ってみてほしい。おすすめの一枚。負けるわけには。伏せろ。槍が折れたか。撃て。じゃあ。どもの分際で撃て。やってしまった。この槍がある限り撃て。発射。容赦はせず。俺を頼るんだろう。撃て。我が隊形で戦を終わらせましょう。これが現実だ。受け入れろ。行くぞ。伏せろ。行くぞ。撃て。伏せろ。行くぞ。ふにゃー。撃て。助けて。伏せろ。正しいものが破れるか。やってしまった。発射。犬どもの分際で。撃て。発射。槍が折れたか。流派発動。一の方。結局俺を頼るんだろ。もう諦めてなるものか。この槍がある限り。発射。流派発動。三の方。伏せろ。犬ども、切って捨ててやる。守れないか。我が隊形で戦を終わらせましょう。行く。発射。伏せろ。ここまでか。行くぞ。流派発動。三の方。おそらくこれくらいが両方の号令に全員が入る距離感。切って捨ててやる。これが現実だ。受け入れろ。
上の秩序を正す。私が革新者となる。発射だよ。失せろ。正しいものが破れるか。犬ども、切って捨ててやる。この槍が折れぬ限り、今回は2試合やるよ。心も折れぬ。剣さんに終わりはない。槍が折れたか。放て。発射。一分もめ。本懐なり。放て。発射。やってしまった。見つかってしもうた。正しいものが破れる。この槍がある限り、結局俺を頼るんだろ。諦めてなるものか。これが現実だ。受け入れろ。放て。我が究極の策、ご覧に入れよう。行くぞ。伏せろ。未熟者め。放て。行くぞ。放て。未熟者め。正しいものが破れる。犬どもの分際で。死ななきゃ勝ちよ。剣さんに終わりはない。未熟者へ。流派発動。三の型。未熟者へ。流派者は先祖発動。一の型。諦めてなるものか。放て。正気を奮発する。名付けて新発流砲術。これが現実だ。受け入れろ。犬ども、切って捨ててやる。行
か勝ちよ。研鑽に終わりはない。本懐なり。失せろ。正しいものが破れか。犬ども切って捨ててやる。失せろ。発動。三の肩。犬どもの分際で槍が折れたか。発射。流派発動。二の肩。諦めてなるものか。容赦はせんぞ。この槍がある限り発射。これが現実だ。受け入れろ。我が究極の策、ご覧に入れよう。犬ども、切って捨ててやる。戦機開始。くしゃらせるくらいなら、指揮調整のために戦機を撃つのはいい判断。放て。信州の正気を奮発する。名付けて新発流砲術。未熟者め。結局俺を頼るんだろ。未熟者め。放て。失せろ。ぐわ。犬どもの分際で未熟者め。研鑽に終わりはない。放て。やってしまった。流派発動。一の肩。槍が折れたか。戦機解放。正しいものが破れる。この槍がある限り未熟者め。俺がやっちゃる。やっちゃる気に。放て。未熟者め。犬ども切って捨ててやる。失せろ。死ななきゃ勝ちよ。おのれ。すべて消しなさい。面白き敵。本懐なり。ご視聴ありがとうございました。